世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。さあ、そして対する吉村和弘、高島さんからちょっとスロースターターだという話ありましたが、あと以前倉島監督がナショナルチームの監督をしていらっしゃった時に、はい、2019年の世界選手権のメンバーにこの吉村選手を選んだ時に、強い選手に強いんだよね、はい、みたいなことをおっしゃってたんですけれども、はい、やはりここ一番で強い相手とか集中力を高めた時の吉村選手の強さというのはやっぱりちょっと別格なものあるんですか。ね、威力、両ハンド威力がありますしね、サーブうまいですからね、初めてやる選手はやっぱりかなり、ね、脅威に感じると思いますよ。ですから、まあ、今ゲームを2つ奪われました。追い込まれてからの吉村選手の、ね、プレーちょっと注目していきたいですが、この辺ぐらいからね、うん、かなり力出てくるんですよね。ああ、そうですか、はい、村松選手も、ね、第2ゲームの後半ちょっと吉村選手に流れ持っていかれましたので、もう一度ここで自分に流れを持っていきたいところですよね。ここでやっぱりこうリードされていくと、うん、のね、やっぱり相手力発揮しますからね。さあ、長いラリーになった。コースを狙っていく、反応する、これは入りません。ポイントは吉村。あと7ゲームを取れば琉球アスティーダ久しぶりの勝利が決まります。およそ2ヶ月ぶりの勝利を狙っています両チーム。おお、エッジボールですね。これはなかなか反応できません。深く入りましたね。村松はこれ2ゲーム取ったところであと1ゲーム取ればまあチームの勝利が決まるわけですから、はい、そういうことはまだ考えない方がいいですか。そうですね、まあ、これからだと思わないといけないですね。さあ、ここはポイント吉村です。カットマンの村松を前後に動かすような形になりました。やっぱり膝の怪我もありますから、また前後の動きは、まあね、止まって走ってですから、ね、だんだんちょっとやっぱりこう負担になってきますよね。で、吉村の方だんだん無理しなくなってきてますからね。ゲームカウントリードしているのは画面手前の村松です。マッチカウントとしても琉球がリードしています。今日琉球が勝てば岡山に10月の23日に勝って以来の勝利、逆に岡山レベッツがここから逆転して勝っても10月22日琉球に勝って以来の勝利ということになります。思いっきりカットではなくて今ね、ループドライブ気味の返球をしましたが、ポイントは吉村です。よく打ったんですけれどね、やっぱりこう持ち上げると上から打たれますね。はい、この辺は吉村うまいですね。ちょっと村松焦りというか早仕掛けなイメージがありますか。このままでいいですか。あのね、やっぱり 1、2ゲームと全然戦い方が吉村違いますからね、ストップ多くしてきてますからね、無駄にこう無理して打ってこないですよね。それにこう我慢強くついていくか、どこでこう仕掛けるかですよね、村松は。第1ゲーム第2ゲームを取ったのは村松優斗。この第3ゲームは吉村がリードしています。ここがポイント吉村、先ほどからお話を伺ってますようにカットマン苦手じゃないよっていう吉村の動きが
この第3ゲーム、まあ、第2ゲームの後半ぐらいからまあちょっとずつ出てきましたね。ですね、もうちょっとペースをつかんだなっていう、そういうカット打ちですよね。ここも吉村のポイント。点差になりました。まあ、こんなもんですよね。相手に流れがいくとサーブを難しいところにしたいということでこうやってミスが出てしまうというのは、そうですね、やっぱりこう気持ちが乱れてきますよね。さあ、この第3ゲームは吉村が大きくリードしています。さあ、ゲームカウント吉村、本当第1ゲーム第2ゲームの序盤までとは全くこうなんか雰囲気が変わってきました ね。今はまあ3本ですけれどね、ここでまあ3本で終わらないでここから何本取るかですよね。アームを取られましたね。さあ、ゲームポイントを取ってあっさりとこの第3ゲームは吉村が取りました。この第3ゲームは村松に3ポイントしか与えませんでした。一気にまだゲームカウントはリードされてますけれども流れを呼び込んだのかどうか。